はい、こんにちは、影丸です。今日は教習所通ってる方からご質問があって、踏切で一時停止するんですけれども、そこに段差があって発進しようとしたら一瞬後ろに下がっちゃうらしいんですよ。で、それの下がらないテクニックっていうのあるのかっていうご質問やったんですけれども、教習所でやると怒られる方法はいくつかあります。一つは再度引く方法ですね。ボタンを押したまま引いて止まるみたいな。だけどそれやると多分怒られると思いますんで、今日は半クラでちょっと耐える、方法ですよね。ちょっと見てみましょう。まず、一番最初に説明させていただいた再度引いて止まる方法ですよね。ちょっと見てみましょう。これやるとですね、教習所の先生に怒られるかわからないんですよね。こう微妙なところで止まりますよね。ほんでこれで止めて、で発進すると、こういう感じです。で、教習所で多分怒られない方法ですよね、段差止める方法。ここで下がりますよね。こう下がらないようにするには、この半クラで止めちゃう、こういう感じで。ほんだらちょっと下がるのマシみたいな感じですね。下がるのは下がると思うんですけど、その下がっちゃうのがちょっとマシにはなると思います。半クラで回転、こういう感じ。あんまり段差が大きすぎると、その半クラで止まるっていうのはできない。どうしてもやっぱりサイドブレーキ引かないといけなくなると思うんですけれども、軽めの段差やったら今の方法で、まあ普通やったらこういう感じで一時停止して発進しよう思ったら下がるじゃないですか。でもまあちょっと反射的にクラッチ踏んでまうんですけど、エンジンが止まらない程度に半クラにしといてから発進、こういう感じですね。もう一回やってみましょう。半クラで一時停止で、半クラにして左右確認して発進。ちょっとは下がりますけど、多分マシだと思います。サイドのやつもう一回やってみましょうか。こうでしょ。でサイド引くじゃないですか。で発進。結局はそのクラッチ半クラのところですよね。サイド引くにしても何しても、そのやっぱ半クラのミートが分かりにくかったら、ちょっとそのやりにくいなみたいな感じですかね。こう下がっちゃうんですけど、止まったら半、ボタンを押したまま発進、こういう感じで。でもし、サイド使ったら怒られるから、半クラ止まるじゃないですか。止まったら半クラにして、回転数が多分500ぐらい下がると思うんですけど、これで発進みたいなでいいと思います。ちょっと足元暗いんですけれども、見えてたかなすいません。また何かわからないことあれば動画作りますので、気軽にご質問ください。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。